おはようございます。百秋ブログというのがです。やってますか。今日は6月20日の土曜日の朝の分になります。今日も宇賀店長と一緒に素振りやろう。よし、あ、ちょっと腕上がってないわ。おはようございます。皆さんメッセージもありがとうございます。毎日ね、素振りをやるっていうことは習慣化すると一番いいっていう話、ちょっとだけさせてください。毎日継続したいんだけど、一番いいのは、最初はね、よし、頑張って今日やるぞ、頑張って今日やるぞ、頑張って今日やるぞって毎日続けるんだけど、それだといつかね、ちょっと飽きてきちゃう時もあるかもしれない、中だるみもあるかもしれない。そういう時にもう起きたら顔を洗うように、歯を磨くように、何も考えずにもう素振りをするっていうのがね、そういうとこまで行くとすごいことなんです。ですか。もう朝起きたら勝手にもう YouTube つけて、あ、もう勝手に体が素振りをやってる。そこまでみんないけるように頑張りましょう。はい、じゃあもう準備運動終わってるよね。はい、じゃあ行きます。もう何も考えずに素振りができる。はい、構えて自動的にできる。よし、ありがとうございます。じゃあ一番正しい足の形作ってください。足の間、拳1個ね、前行った時、後ろ行った時、必ずこのホームポジションに戻ってきますよ。前行った時に足が揃ったりしないです。足が揃ったりしない。いいですか？しっかり足に気持ち作らないと、これはできないですよ。はい、構えて。じゃあまず上下素振りからね。上下素振り、50本、始め。笑顔で、1、2、3、今日も、朝からめちゃくちゃ元気です。6、7、8、9、10、笑顔、1、2、3、4、5、6、7、8、9、さすが。20、1、2、3、相手からですね、足の裏が見えないように、6、7、8、9、笑顔、30、1、2、3、4、5、6、どうぞ無理しないでください。8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、最後50。はい、お疲れ様でした。一回肩回します。まだ体が寝てます。僕の体はまだ寝てます。ですか。よいしょ。どうぞ無理しないでね。よいしょ。肩回して。よし。いけるか。いけるか。はい、構えて。いくよ。上下素振り50本。始め。1、2、3、4、大きい円を描くように素振りをします。6、最後竹刀の剣先しっかり下げます。そうすると手首を伸ばすことができます。10、1、2、3、4、5、6、7、肩を大きく使いましょう。9、20、笑顔、また忘れた。2、肩を大きく使うには竹刀の握りを変えないことです。5、振りかぶった時に特に竹刀の握りを変えない。8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、最後10本笑顔で終わりましょう。3、4、
5、6、7、8、9、はい、最後50。はい、お疲れ様でした。一回お水飲む人飲んでください。はい、お疲れ様です。おお、大丈夫？ちょっとなんか今日手が痛い。あ、メッセージありがとうございます。楽しい、ありがとうございます。ありがとう、いつも見てます、ありがとうございます。じゃあ続けていいですか？大丈夫？ちょっと朝なんでね、忙しいと思うので。あ、今日土曜日か、土曜日か。はい、構えて。土曜日でも一緒にやっちゃいましょう。はい、構えて、いくよ。次は正面素振りです。正面素振りで大事なことは最後の、姿勢ですね。フィニッシュ、右手は肩の高さ、左手は溝落ちで、しっかり右の手首伸ばします。できる人は右の手首伸ばすと剣先が顎まで下がりますですね。この辺がポイントですね、一番ね。はい、構えて、正面素振り、全身交代ね。50本始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、笑顔10、さすが。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9。みんな本当上手くなったわ。31、2、3、4、5、肩の力抜いて6。もう僕は自分に言ってます。肩の力抜いて、腕の力抜いて、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、最後50。はい、お疲れ様でした。今日が調子いいのか、みんながうまくなったのか分かんないけど、すごいね、みんなまっすぐだね。はい、続けていいですか？次は前後左右でいきます。前、あと、右、左、いいですね。難しいよ。この時に必ず足を歩かない、歩かない、ペタペタ歩かない、ペタペタっていう音しないよ、剣道じゃ。スッスッ、床をこする、足の裏でこするような、相手から、かかとが、あ、かかとじゃない、足の裏が見えないような全身交代やります。はい、構えて、いきますよ。前後左右の正面素振り、はじめ。1、2、右、左、前、あと、右、左、前、あと、右、左、前、あと、右、左。みんなバッチリだな。あと、簡単すぎるかな。はい、これで20ね。前、あと、右、左、前、あと、すり足だよ、すり足だよ、左。これが後々すごく大事になってきます。右、左。剣道が上手な子っていうのは必ずこのすり足がうまいんです。うますぎるんです。みんなも頑張って、今すり足を頑張りましょう。面、面、右、左、これで40本、あと30本。面、右、左、面、面、右。はい、次最後、前、あと、右、左。はい、お疲れ様でした。一回お水飲んでください。これで
200本か。はい、OK です。はい、一回呼吸して、肩回して。いいですか？はい、ありがとうございます。道吉さん、ありがとうございます。面々どうぞやりたいです。はい、じゃあ面々どうぞ行きましょう。ちょうどですね、ちょうどいいタイミングでいただきました。左右素振りの時ですからね。じゃあ前半、面、左右素振りやって、後半面々どうぞ行きましょう。はい、構えて。左右素振りもう一回言いますよ。ハスジっていうものを意識します。刀は決まった方向にしか切れないですからね。まっすぐ振り下ろして、まっすぐ振り上げる。45度、斜めね。はい。もう今日も朝から172人の方、ありがとうございます。参加いただいて。はい、構えて。左右素振り、50本、はじめ。1、2、3、4、笑顔、5、6時半ですよ、みんな。7、寝てて当たり前です。9、10、でも、もう朝起きたら、6時半から YouTube つけて素振りやる、もう何も考えずにできるようにもうほとんど結構なってきてます。体が変わってきました。20面、生活リズムも変わってきました。6、7、8、9、30、1、2、3、5、6、この時もすり足ですよ。8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後、50。はい、お疲れ様です。みんなありがとうやってくれて。よし。で次、面々堂々やるんだけど、一つだけちょっと注意してみようか。左足の向きです。左足の向き。右足も、こうね、左足が、変な方向を向いてる子がやっぱりいます。いますっていうか、もうこれみんななるんだけど、いいですか？これは結構ね、こう、両方とも右足も左足も相手の方に向けます。そうした瞬間、前に出る力が4割上がるって言われてます。40% ね、遠くに飛べるようになります。だから必ず左足こう向けましょう。損しちゃうよ。もったいないよ。もったいない。はい、構えて。はい、じゃあ今構えの状態で、右足、左足、どちらも相手の方に向いてますか？どちらも相手の方向いてますか？いい？左足がこうなると体もこうなるよ。うわー、やってるぜ。左足、まっすぐ相手の方向けます。そうすると姿勢が伸びます。はい、じゃあ面々どうぞ。はじめ、面、胴の高さ、胴の高さ、面、胴、胴、胴は横からではなく水平ではなくて上から打ちます。45度、面、胴、上から打ちます。面、胴。ど、これで20本ね。面、ど、胴打ちが難しい人はちょっとだけ腰を落としてみてください。打つ高さを変える。ど、ど、面、面、ど、ど、面、面、ど、ど、面、面、ど、ど、いやーうまいな。面、どう、これで40、あと3回、めん、どう、どう、最後、フィニッシュは、最後の姿勢は左手が真ん中、左手が真ん中です。めん、これで終わります。どう、どう、はい、お疲れ様でした。拍手、メッセージありがとうございます。はい、三塚さん、ありがとうございます。左右面も顎まで切るイメージですか、それともこめかみまでですか。こめかみ。じゃあ足りないと思います。これはこめかみってこの面の外側じゃないですか。先生によってはいろいろ指導の方法あると思うんですけど、まあ例えば正面素振り、この目と目の間まで切れっていう人もいます。ですか。まあ左右素振り
うまくいくと思います。では、まあ、顎まで切れっていうのはちょっと左右素振りだとイメージしにくいと思うんですけど、とにかく大事なのはこの外側を当てる気持ちじゃなくて、その中まで切り込む、中まで切り込むっていう意味ですね。はい、この目の間、眉間狙うようなイメージでやってもらってもいいと思います。はい、じゃあ最後跳躍素振りですね。みんな大好きな跳躍素振りいきます。準備 OK、 いける人跳躍素振りいくよ。はい、跳躍素振りの足、ごめんなさいね、毎回繰り返しになるんですけども、左足残っちゃダメですよ。いい、今ここで今朝で跳躍素振りの足をマスターしますよ。前前、あとあと、前前、あとあと、いいですか。はい、構えていきます。今日今この瞬間上手になろうと思って体を動かします。跳躍素振り50本始め。1、2、3、4、左足引きつける。6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後。めー。よし。めー。はい、構えて。できました、50本。ラスト50本です。みんなもう一回思い出してね。思い出してね。今、朝の6時半です。すごい。はい、拍手。もう一回拍手。すごいわ。なかなかできることじゃないです。なかなかできることじゃない。これ想像してみて、これが1ヶ月続いたことを、3ヶ月続いたことを、半年続いたことを想像してみて、うまくならないはずがないんですよ。間違いなく誰だってうまくなる。はい、構えて。それが続けるってことです。最後よ。跳躍素振りの足見せてください。はい、跳躍素振り50本、最後。はじめ。1、2、左足引きつける。4、5、6、7、8、9、10、1、2、左足の方向、5、6、ガニ股になってないですか。ガニ股になってない。1、ちゃんと左足を相手の方向けます。4、5、6、7、8、9、30、ガニ股になってないかい。3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、はい、最後よ。5、6、7、8、9、はい、めーめー、よいしょ。はい、頑張りました。構えて、最後尊敬までいきましょう。はい、尊敬サメと、はい、サゲと、ありがとうございました。はい、からの腕立て伏せいきますよ。はい、セット。よいしょ。うん。腕立て伏せも毎日やってると次第にできるようになります。僕も昔は1回しかできなかったです。はい、セット。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後。10、おお、きつかった。はい、お疲れ様です。できた。お疲れ様です。よく頑張った。今日も朝からすごい、6時半だからね、繰り返します。そんなやってる子いないから、そんなやってる子いないから。はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、魚クイズか。あ、用意してます。魚。今日の魚漢字クイズはこれ。忘れた。はい、読める人。魚にある。覚えた。これは答えはマグロ、マグロだよね。マグロです。ありがとうございます。じゃあまた明日。あ、夜か。夜会いましょう。7時ね。バイバーイ。またクジラ。ありがとう。ありがとうございました。
ありがとうございます。